ディエゴ・ベラスケス・でクエリアル・サンティアーゴ・でクーバにあるディエゴ・ベラスケスの家ディエゴ・ベラスケス・でクエリアルはスペインのコンキスタドール1511年から1524年までキューバ総督を務めたディエゴ・ベラスケスはスペインのクエリアルで生まれたベラスケスは1493年にクリストファー・コロンブスの船団の一員として初めて新世界を訪れた1511年 イスパニョーラ島に移り、キューバ征服を指揮した。その後初代キューバ総督に就任し、キューバ島の各地にサンティアーゴデ・クーバやハバナなどの多くの植民地や都市を築いた。1513年、インディオの減少による労働力不足を補うために黒人奴隷の輸入を認可した。ベラスケスは、西方の土地の調査のために、1517年の フランシスコイルナンデスでコルドバのユカタン半島、探検などの様々な探検を認可した。最初のうちは、エルナン・コルテスのメキシコ探検も支援したが、コルテスは、メキシコの占領と自身の領有権を主張するようになった。ベラスケスは、コルテスの越権行為を非難し、パンフィロデ・ナルバイスに、コルテスの逮捕を命じた。しかし、ナルバイスの軍隊は、 コルテスの奇襲を受けて敗北し、生き残りはコルテスに降伏した。このため、ベラスケスはメキシコからの富を見ることはなかった。1524年、ベラスケスはサンティアーゴデクーバで死去した。ありがとうございます。